セミオン・イワノビチ・デジニョフは、ロシア帝国の探検家。1648年に、シベリア東部への探検隊を率い、ユーラシア大陸の東端となる岬を開港して、アジアとアラスカが陸続きでないことを発見した。これは、ビトゥスベーリングの探検に、約一世紀先立つものであった。デジニョフの生涯については、1638年から1671年の、 間の功績しか知られておらず明らかでない部分も多いが17世紀初頭に北ロシアの河口、ベリキウスチュグノの丘に生まれたと電気作者らは結論づけている当時ロシアの北部に生まれて野心を持ったポモールの人々同様彼も富を求めてシベリアに向かいトボリスクとエニセースクで働き1638年にエニセースクからさらに東のヤクーツクへ向かった ヤクーツクを拠点とした20年間は、デジニョフにとって厳しい時期であり、先住民から毛皮を取り立てながら、北極圏の大河流域を休みなく旅する生活を送り、何度も先住民に襲われた。1641年には15人を率いて、柳川流域で毛皮を集めて、ヤクーツクに生還し、1642年には、スタデヒンラと共にインディキルカ川流域で税として、 毛皮を取り立てる旅に出た。3年にわたる任務でスタグヒンラは、ヤクーツクに戻ったが、デジニョフはそのまま、インディキルカ川を降り北極海に出て、コリマ川川口に至った。1647年、デジニョフと同じく北ロシア出身で、ヤクーツクを拠点とする商人フェドット・アレクセイ・エフ。ポポフは、コリマ川川口から北極海沿いに東へ向かう航海を組織した。 前年の1646年、イグナチェフという人物が、コリマ川川口周辺の航海を行い生打ちの、牙やクジラのヒゲなどの貴重な品を持ち帰っていたため、さらに東へ向かいこれらの産品を持ち帰ることを意図していた。この時レジニョフはポポフに誘われ、交付や先住民からの税の取り立てを行うために、ポポフの航海に同行した。彼らの目的地はおそらく、 はるか東のアナディリ川だったと考えられるが、開票が行く手を阻み航海途中で引き返すことになった。デジニョフやポポフは諦めず、翌1648年も同じ航路に挑戦した。彼らは90人から105人ほどの探検隊を組み7隻の船に分乗してアナディリ川を目指した。彼らは10週間の航海の後にアナディリ川川口にたどり着いた。これは、 アジア大陸の東端を回り、ベーリング海峡を南北に通過したことを意味する。フェドット・アレクシーブの航海の足取りは現在でも判明しているが、航海中のデジニョフの役割は記録に残っていない。デジニョフはアナデリ川を遡り、アナディルスキーオストログを築き地図を作成した。同年、デジニョフはアジア大陸先端の北岸に沿って航海し、アジアとアラスカの間の アニアン海峡を発見したと記録に残した。彼は海岸沿いに畜地半島を開港し、古代の地図作者が創造した伝説の旅の岬の詳細を記録している。また熟地人の住む二つの島を記録しているが、これはベイリング海峡中央に浮かぶダイオミード諸島を構成する二つの島と考えられる。彼は畜地の人々について、下唇を生打ちの牙のかけらや、 石や骨で飾ることを記録している。一方でポポフはこの年の秋にアナディリワン沿岸で没している。デジニョフがどの港に戻ったかは不明である。彼は1664年にコサック隊長の称号を受けた。1670年、ヤクーツクの領主ボルヤティンスキー公爵はデジニョフにモスクワへ向かい黒点の毛皮や書類を運ぶ任務を与えた。デジニョフは1年5ヶ月をかけて モスクワへ到着した。彼は、当時60歳を超え、辺境での生活で負った古傷と長年の疲労のため、健康を害しており、1673年に、モスクワで母子した。これらの探検の報告は長い間公文書館に、渦漏れており、19世紀の末に再発見された。これを受けて、ロシア地理学会は、ユーラシア大陸東端の岬をデジニョフ岬と、名付けるよう、 デジニョフの生涯や探検については、なお明らかでない部分が多い。彼は探検の途中で、アラスカに達しアメリカ大陸の生誕を発見した、可能性や、そこに取り出を築いた可能性すらもあるが、それを行ったのは、デジニョフより、後のロシアの探検家とする見方が多い。ズナメンスキー、S、秋月敏之役、ロシア人の日本発見、北。 太平洋における公開と地図の歴史北海道大学図書館公開北大選書1979年8月25日 ISBN4 から832930915ありがとうございます